おはようございます。日本で戦うために海を渡ってきた愛すべき助っ人たち。今回はジェリー・ホワイトを取り上げていきます。1952年、アメリカ合衆国マサチューセッツ州に生まれた本名ジェローム・カーデル・ホワイトは、幼い頃にカリフォルニア州に引っ越すと、地元のメジャー球団サンフランシスコ・ジャイアンツのファンとなり、日本人初のメジャーリーガーマッシー・村上氏がキャンドルスティック・パークで投げるのを見ていました。サンフランシスコ市立大学を卒業した1970年、ドラフト14巡目でモントリオール・エクスポズに入団するも、なかなか芽が出ずにいたスイッチヒッターはシカゴ・カブスに移籍しますが、1年でモントリオールに戻ると、後に NPB 通算打率3割2分1厘を残して巨人史上最強助っ人と謳われたウォーレン・クロマティの控えに起用されます。年間100試合近くに出場するようになり、1981年に進出したドジャースとのリーグ優勝決定シリーズでは、全試合でスタメンに名を連ねたスイッチヒッターは、第3戦で決勝本塁打を放つ活躍を見せましたが、レギュラー定着とはなりませんでした。2年後の1983年、両膝の故障が原因で自由契約の浮き目に遭うと、アリゾナで西武ライオンズがキャンプを張っていると情報を入手、自ら売り込みにやってきたのです。明るい性格ですぐにチームに溶け込み、優勝に貢献したテリー・ウィットフィールドが退団したことから、その後釜を探していた廣岡監督は、 MLB で646試合に出場した実績を持ち、走れて守れる真面目な両打ちを評価。身長178センチ、体重74キロの助っ人はテスト生として海を渡ってきたのでした。ホワイトの名で登録予定でしたが、前任の有料助っ人テリーも口ひげにハゲ頭がトレードマークで、テリーと共に西武初優勝に貢献したスティーブ・オンティベロスもファーストネームの登録で成功していたことから、ジェロームにしようと球団関係者は提案します。しかし最終的には本人の希望で、愛称のジェリーで登録された助っ人は、開幕直後こそバラバラの打撃フォームで苦戦しましたが、4月後半に特打を行いフォームを矯正すると、5月2日の日本ハム戦、5点を追う7回裏に満塁ホームランを放ったほか、1点差で迎えた9回裏2アウト1塁で逆転サヨナラツーランを打ち込むという史上3人目の快挙をやってのけました。シーズン通してチーム最多の27本塁打に68打点と好成績を残しましたが、打率2割4分3厘と安定感を欠く打撃に加えて3連覇を逃したことから、投手陣の補強を一番の方針に掲げたチーム事情も重なり、契約更新の雲行きが怪しくなると、メジャー球団も注目していた台湾の至宝オリエンタルエクスプレスこと郭泰源を争奪戦の末手に入れることに成功した球団は、両打ちの助っ人を横浜太陽ホエールズへトレードしたのです。1985年セリーグにやってきたジェリー・ホワイトは、6月11日の中日戦で延長10回裏に牛島からサヨナラヒットを放つと、6月20日の巨人戦では2対2の延長10回裏、フルカウントから牧原が投じた154キロのストレートをライトスタンドへ叩き込みましたが、チームの若返りを図る球団の方針から8月に自由契約を言い渡されました。帰国後はセントルイス・カージナルスで1年だけ現役を続けましたが、その後は指導者となり、デトロイト・タイガースやミネソタ・ツインズで一塁コーチに従事したのです。持ち前のパンチ力を生かした打撃でクリーンナップを任され、広い守備範囲で敵のチャンスの芽を摘んだ助っ人は、西武ではジェリー、横浜ではホワイトを名乗ると、遠征先でチームメートと一緒に畳部屋に寝泊まりして、大好きな和食と納豆を食べたり、お気に入りだった松任谷由実など日本のポップスをウォークマンで聴いて仲間から愛されました。
異国の地にチャンスを求めてテスト入団した努力家はすぐにチームに溶け込んだほか、高卒史上最多の新人本塁打記録を樹立し、王貞治の通算868本塁打を超えるのは彼しかいないと評された無冠の帝王清原に西武ライオンズ伝統の背番号3を引き継いだ強打攻守のスラッガージェリー・ホワイト。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り日本に衝撃を与えてくれた最強の助っ人たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。